頭さんはバンジーは。バンジーは何回かある。バンジージャンプをしてしながらジャンプを落としてそれをキャッチする。なんか一個乗せるんですよ、このディレクターがね、鬼でね。そんなやらせてくれるとこありましたか。必ずね一個乗せるんですよ。けどここはシンプルに飛びますんで、うん、ここはシンプル、はい、ここシンプルに飛ばなかったら俺死んじゃうよ。意外と、はい、いい点数出るかもしれない。おー、じゃあ一応採点しましょうか今回。そうですね。何点目指します？80。おお、80はいってほしいですね。じゃあもし80いかなかったらどうしましょうか。もうあなたたちの悪いとこだよそれ。いつもなんかその取引を必ず持ってくるっていう。80いかなかったら何かしら罰ゲーム用意していいですか。分かった。そうどうする、気持ち悪い。江頭さんがまずお手を召してくれるから。えちょっともういいでしょ、もういいでしょ。いいですか、ブリーフダンチャンネルで。うわ、ブリーフダンチャンネルにしよう今日は。じゃあ今タガメを知ってるS とカブトムシの味を知ってる江頭さんがどっちかを食べればどっちが一番まずいかを分かるんですよね。分かった。じゃあ食べますよ本当に。本当にまずいの。いやまずい、まずい、本当にまずい。そんな感じで、じゃあ今回ちょっとそのカバンの中身をちょっと見せていただこうかなと思ってるんですけど、もし、まあ、これちょっと映せないなみたいなものがあったら一応罰ゲームっていうことでもいいですか。なんで罰ゲーム受けなきゃいけないの。いや一応チャンネルなんで映せないものがあるっていうのはまずいじゃないですか、うん、教育上良くないものとか。分かった、はい、じゃあちょっと大丈夫かな。いきますよ。ブーブーブー。あーいきたー。なにこれ。1位を予想してもらいたいと思います。うわー難しいな。で一応外れたら罰ゲームありますんで。またあなたたちの悪い癖だよ。うわHahaha